よみがえれ X1。 はい、こんにちは、新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。私事なんですけど、今現在なんですけど、今日何日かな、収録してるのが11月4日かな。なんとチャンネル登録者数1000人まであと10人ちょっとになりました。これもね、一重にね、まあ視聴者さんのねおかげだと思ってます。ありがとうございます。本当は、チャンネルをね、もっと伸ばそうと思ったら、もうバイクはバイクだけとか、サバゲーはサバゲーだけとか、 DIY は DIY だけ、ジムにはジムにみたいな感じで専門チャンネルを作れば、まあある程度伸びるかなと思ってるんですけど、何しろね、私あの自称趣味チューバーなので、まあもちろん収益化はしてないので、まあやりたいようにやって、自分の好きなことをやって、まあこれをアップロードしていくというのがスタイルになってきてますね。まあそんな中ね、まあ1000人間近というのはもう本当びっくりしてます。もう別に何も誰かのね、なんかお助けっていうんですか、なんかよくコラボしたりしてとかいうのがない中でね、わあ、ちょっと嬉しいなと思ってます。まあそんなこんなでね、これからもねよろしくお願いいたします。まあそんなね、趣味チューバーである新チャンネルが現在取り組んでいるのが、まあ AX1 っていうホンダのね、30年ぐらい前に、発売された、まあ今でいうアドベンチャーみたいなバイクなんですけど、それをね、知り合いの知り合いぐらいの方からですね、まああのお安く、譲っていただいて、それをまあちょっとリフレッシュしていこうという企画を立ち上げて現在に至ってます。でですね、まあ外装とか、まあいろいろこうバラしながら、リフレッシュしてるんですけど、今回は、マフラーをリフレッシュしていこうかと思ってます。で、まあバラす時とかのね、あの動画はの時に、まあ私がねくちゃくちゃいろんなことをさっき喋ってたんで、まあちょっと説明がなかったんですけど、まあマフラーを外して、しっかりとまあ洗浄、これもねいつものとこで洗浄してます。ゴシゴシとね。で、まあこの AX1 っていうバイクは、まあそのバブル時代ですかね、まあ当時ホンダが結構まあお金をかけてね開発していたバイクみたいですね。で、まあそのマフラーに至っても、このマフラー自体がこうフレームの一部になっているというようなバイクなんで、まあ車外マフラーとか出てるんかな、ちょっとよくわからないんですけど、まあそういった意味でもね、まあちょっと斬新的な、なんていうんですか、設計をされた、まあ、バイクです。さて作業の方はと言いますと、今ね、鉄の部分、黒い塗装がされていた部分を、グラインダーでね、ヤスリがけをして、まあ錆を取っていると。そして今は、ステンレス部分ですね、このステンレス部分にみんな大好きピカールを塗りたくって、バフをつけた、サンダー、ディスクサンダーでですね、ピカピカに、これはピカオ、これピカオスケピカオスなのかな、ちょっとわからないんですけどね、ピカピカにしていくと。で、まあ細かい部分はね、こういったリューターで磨いていくと、こういった作業をしています。サイレーサー部分が磨き終わったので、今度はねちょっと粗い塗装剥がしのような、ディスクをつけて、あのフランジ部分をねしっかり磨いていると。で、まあ細かいところはこういったところでリューター、このリューターもすごく便利ですね。これその作業が終わったら、またみんなね大好きピカールをつけて、バフ掛けしていくと。これねやっぱ液パイはね結構金色に、結構いい色だったんですけど、まああえてもうと落としました。でサイレンサー部分の、液パイっていうんですか、どうっていうんですかね、あのステンレス部分以外のところを、まあ、塗装したいのでね、耐熱塗料で、ですので、マーキングじゃないわ、マスキングか、
マスキングして、耐熱プレーを塗っていると。でしっかりね乾燥してから、マスキングを剥がしてます。うわこれもうほんと綺麗になりましたよこれ。はい、ということで、今回はマフラー液灰、まあ、純正なんですけどこれをしっかり磨いて、まあ、塗装もしたと。もうピカピカになりましたね。あとはまあこれはねちょっと何ですか、これ熱いからこう触っちゃダメよみたいなパーツなんですけど、これたちもね、塗りましたね。こっちはね耐熱塗装で、塗りました。はい、そしてこのサイレンサー部分はもうピカピカ。これもうほんとすごいですよこれ。しっかりね、耐熱塗料も塗って、リフレッシュできたじゃないですかねこれ。では今回はこの辺りで終わりたいと思います。次回はねもうちょっとバラしたいな。頑張りますよ、待っててね。